こんにちは、ニューポルズバッテリーのヨスケです。ショートです。マネージャーのミサさんです。はい、はい、どうもミサさん、こんにちは。はい、ショートくん、はい、はい、私たち YouTuber… めっちゃ見つめてきた見ますよね。今チキチキね、今多分、ね、編集されたよ今私たち YouTuber になる前はだからもう見なくていいんだって。なんで逆でしょ、こっちじゃないの喋ってるんだったら私たち YouTuber になる前は、いろいろですね、波乱万丈な人生を送ってきたと思うんですよ。ないです。ないです。でも普通の人とはちょっと違うからね。大学を辞めるし、留年して辞める、はい、音楽家目指して留学を目指してるけど、なんでちょっとなんか波乱万丈とか言って、じゃあ波乱万丈はちょっと撤回するわ。ちょっとね、それは世間は許してくれませんよ。世間は許してくれませんよ。まあ俺らですらちょっと変わってるんだったら、今活躍してる YouTuber の人とかって、はいはい、もっと過去が面白い人がいるんじゃないかと思いまして、はい、第1回YouTuber の生い立ちクイズ。私たち YouTuber やってます、 YouTube 好きな三沢さんだったらもう答えられること間違いなしということですね。毎回ハードル上げるのちょっとやめてでも本当に好きなんだから、そこは自信持って、うん、はい、では翔太くんよろしくお願いします。はい、はい、ということで早速やっていきまーしょ。イエイ。全4問あるんですけど、はいはいはい、まあ、プロフィールをどんどん言っていきます。まあ歴史にこう合わせたり合わせなかったりなので、早押しで答えてください。早押し、はい、負けた方は何かあるとかないとかふざけんなよ、はっきりさせよ、はい、ちゃんとせよ。それでは、第1問、はい、誕生日、1993年。三つ下か、俺の。ん？三つ上だ、ごめん違うよ、三数でいいんでね入った幼稚園の名前、長瀬台幼稚園。知らんわどこの県だ よどこの県だよ。はい、で2000年3月に卒園しています。小学校に入学します。北の小学校へ入学。北の小学校、北の小学校、何々私立北の小学校です。小学校わかんねえなだからなんなら大学まで行ってもらわないとわかんないかもしれない。あ、じゃあどんどん行きますね、はい、中学校、八作北中学校。それでは高校行きます、はい、岡崎城西高等学校ですよね。はい、はい、うわ、でもここまでじゃ分かんねえな高校大体みんな一緒じゃん。こういう理由があるから、うん、この人ですっていうのが確定な、はい、お手つきになりそうなものはやめろと、はい、それでは大学、名古屋商科大学です。名古屋行ったの誰だ。2015年中退してます。はい、はい、哲也さん。正解です。あれ、哲也なの。いや、中退は芝生さんも知ってるんですよ。そう、ただその大学かどうかっていう、はいはいはい、建築学科だから、うん、おお、さすが東海オンエアファンのジャパンですね。そうです。これはめちゃめちゃ簡単な問題です。簡単なの、はい、なるほどね。名古屋商科大の次、経営学部まで行ってたら、いやもう、まあ、はい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 、はい、次行きます、はい、2人目、誕生日、はい、1997年お12月10日生まれ。12月10日生まれ、はい、1個下じゃん。出身は東京都板橋区高島平、まあ、この人高校まで飛んじゃいます。お、入った高校、岩倉高等学校です。これもね、分かる人はね、もうね、岩倉って言ったらまあ、マジで、あ、動画見てたら絶対にもう分かってるって感じ。そんなレベルの、うん、結構話に出るとか。大学、はい、横浜国立大学。待って、横浜国立、はい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 、ユキリヌ。違います。横浜国立、違う、誰だっけ。高卒で就職をしようとしたんだけど、その入りたい会社に落ちてしまって大学に行こうって、ここに入っちゃう。だから頭いいですね、結構。頭いいよね、横浜国立はすごい偏差値高いもんね、はい、はい、サイヤマングレート。違う、なんかそんなような、ジョーブログさん、違うわ、ジョーブログも年上だもんね、うん、世界一周、じゃあスーツさん。正解。正解なの、おお。なんか意外と年が近かった印象があったんですよね。ほう、なるほどね、世界一周で気づいたわ。はい、それでは次いきます、はい、第3問、第3人目、はい、生年月日2000年の11月16日です。出身地山口県。はいはい、ヘズマリー
違うか。血液型、はい、A 型、特技、特技、はい、運動、運動、嫌いなもの、虫、趣味、趣味、あ、これでかいよ、うん、食べること、食べること、大食い系の人、はい、趣味、食べること、趣味が好きなことも食べることです。誰だろう、はいはい、デカキンさん、おい、ふざけんな、違う違うかデカキンさん22歳だったらビビるあんまりもう情報がないですこれで当てんのか、いや、難しいな、プチ情報、プチ情報だったら動画内で言ったとかなのかな、はい、ゴールデンウィークの間で7キロ太ったらしいです。え、秋平出てきた、秋平甘いものが好きなんだって、甘いものが好き、それでもあえてそれを言うってことは結構ヒントなんだよね。甘いものが好き、食べることが好きな男167センチ、はい、タカピーチャンネル、違います、いや違うか、答えて、え、舞妓ちゃんじゃないですよね、舞妓ちゃんです。舞妓ちゃんなの。ちなみに最初のプロフィールはビットスターのホームページ、いや、全然違いますよねあ、そっか、いや、舞妓ちゃんは出てこなかったいや、でも、いや、だから脳裏にはありますよ。いや、ミサーさん担当マネージャーの処刑案件ですよ、俺がちで2000年っていうところも分かってて、山口も分かってたんですよ、はいはいはい、でも、運動って言われて運動ってなるじゃないですか、そんな運動じゃないですよね、基本形だったよ問題に出てくると思わないから、いや、これは完全に三沢さんを狙った問題でしたよ、チャンスだった、チャンス問題なのにそれではいきます。4人目、誕生日1931年1月15日、何歳だよ、昭和6年生まれでございます。東京府荏原郡、現在の東京都品川区の寿司屋の五条として生まれる、はい、はい、バーチャルおばあちゃん、バーチャルおばあちゃん1949年、日本橋の高島屋に就職しております、この方、おー、はい、24歳で結婚、2人の娘を出産、娘たちが大事ですよ独立した後、家事の負担が減ったが運動をしていなかったため15キロ太った、え、違う、わかんないけど、あの、いつも撮影中で貼ってる人思った俺も今いや、私さ生年月日言われた時にそれじゃないかな、その人じゃないかなって、あー、思ってました。元気おばあちゃん、元気おばあちゃんなんて名前だっけ、竹島美香さん、あ、竹島美香さん、そうだ、うわー、そうだ、別名、竹美香筋肉バーバそうだ、竹美香チャンネルだよ、俺この間見たもん、この人何やってるんだろう、結構早く当てられちゃった、